今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人屋でございます。 隊長でございます、はい、いやもう不安は非番だったんですけど、パトロールしちゃうんですよね、というのはこのひろゆきさんの凡人道という本を見つけまして、まあこの役満狙いしない方が人生うまくいくっていうのに惹かれてですね、方法と読んでみたんですけども、これ読んでいく中でちょっとあの気になるキーワードがありまして、というのはこの本の中にも紹介されるんですけども、世界中で起きている KKO 問題、KKO 問題って言って、私そんな問題あったあるのって思ったんですね。僕もそう、知らなかった。 KKO 問題って何だ、何 KKO 初めて聞いたと思って思って読んでみると、キモくて金のないおっさんのことを KKO、でいう問題が日本の社会では救われにくいタイプとして、あのフィーチャーされてると。日本の社会はっていうか、そもそもですよね。まあ確かに。で、要はこのキモくて金のないおっさんっていうのは、容姿にも恵まれなくて、収入や資産も少ない中年男性と、僕多分何個か KKO のどれかいろいろ含まれてるなって思って。まあでもこう人によっては、人によってはそうなんですよ。でもこれは日本だけの問題じゃなくて、世界的にも、例えばそのアメリカではインセルっていう言葉らしいんですけど、インボランタリーセリベイト、ちょっと分かんない、わけわかんないんですけど、これは不本意な禁欲主義者、要はもう欲はあるのに不本意なんですよ、出せない、欲を発散できない、そう言われることが不本意ですよね、はい、でも何が向こう怖いって、カシャカシャって銃がある、で要は乱射事件が起きたりするよっていうこととか、これはもうイギリスでも問題になっていて、なんとイギリスでは孤独問題担当大臣っていう、もうこの孤独っていう、孤独問題、もうそれは問題になっていると。それはもうこの KKO、 キモくて金のないおっさんだけじゃなくて、高齢者も含まれる、要は孤独な人、もうこの KKO イコール多分もう孤独、だからそういう人がやっぱり事件を起こすんですかねっていうふうに見られている見られているっていうところで、まあこれを見てですね、大変だと、問題が起きてるって、まあ、私も見る人によっては、キモくて金もないおっさんですけども、まあ、それは見る人によってはそうなりますよただ一応、あのパートナーはいて、家族もいるので、まあ、孤独ではない、まあ、そんなにあの、まあ、友達が多いタイプではないんですが、孤独は感じていないと思っています。最初は多分そんなに KKO じゃないと思うんですけども、結構問題だと思いませんか？ KKO、 そのなんていうんですかね、孤独に対する社会問題って多分あるんだろうなっていう、そうなんです。で、これはまあ女性と男性だと、なんか女性はなんかそのコミュニティにスルッと、まあうちの嫁ちゃんとか見てても、新しいとこ来ても、まあ、周りの友達たくさんいるんですよね、かといって他の家族のお父さん同士でつながるってなかなか男って難しいと思うんです。ないです。ありますね。ないない。多分嫁ちゃんは多分子供の親とかと仲良くしますよね。そう、うん、まあ、僕はあんまりこう行ってないからっていうのもあるかもしれないけど、僕は行く方なんですけども、別にお父さんとじゃあ差しで飲もうかとはならない。なったことがない。多分男性って多分そんな感じなのかなって。キモくて金がないっていう以前に、そもそもコミュニケーション能力がそんなに高くないのが原因なのかなと。そのつながりたい気持ちも少ないですよね、多分。そうなんですよ。娘の友達のお父さんと仲良くなりたいなとか思ったことないですよね。ないです。まあ先になんか面倒くさいとか、面倒くさいが先に来るじゃないですか、そうなってくるとどうしてもコミュニケーション取ろうと思わないですよね。そうなん、ていうと、これは問題だって今、反応しちゃうんですね。これは解決するにはどこからですかね、この孤独問題、KKO問題、まあ、日本なので KKO 問題、まあ、KKO、キモくて金のないおっさん、まあ、キモ、おっさんを変えることはできないですよね、まあ、年齢ですからね、はい、でキモいも、まあ、ある程度キモいはね、でも僕は美容院、まあ、髪がなくて何ですけども、美容院行けばなんか多少見栄え良くすればいいんじゃないの、でその多少で解決できるのかって話ですよね。もう若者だったらまだ
未来は先は長いんで、はいはいはい、そうで、うん、そうなん、多分僕45です、うん、でも今例えばじゃあ独身だとして、うん、結婚したいと思うとやっぱり30代って思っちゃうんですよね、うん、30代前半がいい、うん、思っちゃいますね、思っちゃいましたね今、うん、叶いますかね、叶えないんですけど、キモいんですけどっていうところじゃないですか、なので理想、これ僕今多分問題ですねこれ、うん、お前が言うなって話ですよねなりますよね多分そうか、これ僕も問題ですねこれ、うん、キモくて金のないやつも問題ですね多分、うん、そう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 、だから、まあ、何だったらこう若いうちに手を打ちましょうって話、あ、見てる人で若い人がいたら、そう、若い人がいればまずそこで手を打っとけって話ですね、こっちに来ちゃダメだってまず来る前に食い止めましょう、はい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 、そうすれば将来の適応はいなくなるかもしれない、そうですね、まず今見てる若い人は、うん、こっちに来ちゃダメだって話ですね、そう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 、でもまあもしかしたらまあ僕と同年代で、うん、経験王な人、うん、ここからどう、てかキモいを、キモいの基準がまあ、まあ人それぞれなんでしょうね、はい、どうするか、まあとりあえず美容院とか、美容院とか、まあ、ちょっと見た目をよく、見た目をよく、はい、服もちょっと小綺麗に、そうですね、うん、すれば多少して、まあ多少良くしましょうっていうのはこのひろゆきさんも言ってます、うん、まあ、小綺麗にすれば彼女なんてできるよっていうのは、うん、はい、でも本当にっていう人もいるじゃないですか本当に大丈夫かなこの人っていう、それはもうコミュニケーション能力の問題、能力の問題とか、なるほど、うん、だからまあそこら辺もこう鍛えていく必要は、鍛える人、鍛える、まあ、簡単に言われても、まあ、経験ですよねきっと、あ、なるほど、うん、要は僕は今例えばじゃあ KKO で独身だとして結婚がしたい、うん、30代前半、うん、とりあえず向こうも多分引く手余っただとするとここには来ないですよね、うん、来ないから、まずそこの理想をまあちょっと何とかする必要は、同年代ぐらいまでなるほど、いや45歳だと、45歳、なるほど、そしたらまだあるじゃないですか、あ、なるほど、今ちょっと唾を飲んじゃいました、ね、覚悟を決めましたね今、でもまあ孤独問題は解決されますよね、あ、確かにパートナーはできますね、うん、なるほど、なのでまずこう自分の理想も、まあ、自分が45なら45までよしよしましょうあ、これはなんか夢見、多分男性って結構夢見がちだと思って思うんですけども、うん、この夢を壊すのはなかなか覚悟がいりますね、うん、でまあそれか孤独をもう受け入れるかですよね確かに今ここの本で紹介されているのはペットを飼えになってますから、ね、もうそういう幸せから卒業しましょうってひろゆきさんは言ってます、だから、はい、まあ、結婚だけが人生じゃないよって話、なるほど、うん、それはそれでなんかそれでも、まあ、結婚じゃないかもしれないですよね、彼女かもしれないけど、彼女とかじゃない幸せを見つけましょう、ペットを飼え、なのでここの、ですね、この東洋経済っていうところで、うん、そのイギリスの例として挙げられているのは、うん、要はもうおっさんばっかりのコミュニティがなかなか人気ないようです、うん、要は高齢者で一人の人が集まって、まあ、歩きながら歩くサッカーをやったりと、うーんっていう例が紹介されてます、うんうん、それを聞いて、うん、まあ何て言うんだろう、やっぱ女性が欲しくなる、張り合いがなくなるよな男性ばっかだとって思っちゃいましたね、うんうん、だとやっぱりあの男性はちょっと理想をそうちょっと手放した方がいいかもしれないですね、うん、かめちゃくちゃ頑張るかです、ああなるほど、うん、要は楽なところで停滞してないで、うん、本当に理想を手に入れたいんだったらめちゃくちゃ頑張るか、金ないを金あるにすれば可能性また増えますよ、あ、それ増えますそれは急に増えますね、そう、なるほど、うん、か、まあ、うん、徹底的に綺麗になるかですよね、そう、徹底的に綺麗になる、もうそれこそこう、ね、エステとか行って、あ、そうか、 KK を、うん、まあ、おっさん変えようがないから、この金ないか、うん、キモいを、うん、どっちかを、そう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 、変えればいい、まあ、キモいはキモくない、かっこいい、なるほど、うん、まあ、それこそ美容整形レベルなるほど、でも、まあ、言うはやすしですけどね、うん、なるほど、ですればまあ解消はできるかもしれない、まあ、理想をつかめるかも、可能性はあるかもしれない、結局やっぱもう男性はなんか女性がいないと、うん、やっぱ僕はどうしてもその彼女がいないと、うん、
ダメな、うん、多分年代なんでしょうねこれって。年代タイプですよ。多分我々って多分その、うん、まあ段階ジュニア、うんうん、この40代なんですけども、うん、どうしてもやっぱその彼女がいて彼女がいないとダメみたいなところで、うん、僕育ってきた、うん、やっぱ周り気づくとみんな彼女がいてっていう、うん、今みたいにその LGBT だの、うんうん、その繊細な問題はなくてですね、うんうん、ないことはないと思うんですよね。 あったんでしょうけどね。なんか結構マッチョな時代を生きてきたので、うんうんうん、なんか多分ずっとそれは変わらないんだろうなって。まあでもタイプですよ。僕そんなにこだわらないですよ。あ、結構孤独でも一人の時間が大切な有利タイプ。なるほど、なるほど。まあ僕はでもあでもやっぱ人はいるだろうな、なんか喋りたいとかはあるので。あ、まあでも僕も本当に完全に孤独だとちょっとしんどいですけどね。あとやっぱりあのコミュニケーション能力をどうやって鍛えましょうね、これ。コミュニケーション能力ってコミュニケーション取るしかないんじゃないですか。別にいいじゃないですか、たどたどしくても最初は。まあそうですね、うん、確かに。別にこういきなり流暢に完璧に話さなくても、なんかのコミュニティに入ってこうたどたどしくても優しい、うん、なるほど。徐々に仲良くなったらいいんですよ。あと出てこい、出てこいはですね、多分、うん、こういうところに。そう、コミュニケーション能力はもうコミュニケーションしかないですよね。あ、鍛えるには、うん、確かに。なんか本読んでも多分あんまりですよ。そうですね、うん、孫子の兵法ばっかり読んでてもどっかで試さないとダメですよね。そうだから読んで試す、うん、はい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 、っていうのはまあどう必要。なるほど、はい。KKO 問題、キモい、キモい、金ない、金ない、おっさん、まあおっさんか言わないから、うん、キモいか汚いを、キモいか金ないをどっちかを頑張るしかない、うん、頑張るしかない。で、まあ頑張れないんだったらもう孤独を受け入れる、受け入れる、ペットを飼うとか、なんかそういう植物を育てるとか、おっさんコミュニティに入るとか、はいはいはい、パートナーが欲しいならもう頑張るしかない、うん、でも頑張るしかないって多分あまりにもよろしくないので僕今簡単に締めようとしちゃいましたけど、どういうことですか。頑張れって今言っちゃいけないワードだと思って。ああ、まあそれを手に入れたいならですよね。あ、うん、まあそこの選択肢はこっちじゃなくて、あ、そちらですもんね。なるほど、うん、僕の中ではなんかクリアはしてるんですけど、なんとか多分僕がもしか今独身だったら頑張るんだと思うし、うんうん、今も結構これ自分なりに頑張ってるんですよ、うんうん、キモいと見られないような、うん、まあそういうところです、ね、どうでしょうか。キモいかどうかですか。キモいかどうかを今聞いてみました、はいはい、すいません。こんな感じで、あの僕の中ではミッションクリアです。ミッションクリア、じゃあミッションクリアです。ミッションクリアで、はいはい、ありがとうございます。チャンネルどんどん増えてます。あの感想も来まして、うん、あのタイプが違う2人が、うん、話すことで問題が、うん、より理解できる、理解できるようになるみたいなことを言ってくださる方がいて、うん、ありがとうございます、はい。まあ、いろんな視点が必要ですよね、きっと。そう、多分今見てくださっている方もこの KKO 問題で何か違う解決の方法があるかもしれない、あったらぜひ。そう、あの お金を投入っていうのは多分あるんで、それはまあ置いといて、何かソフト的なことってね、うん、あればあのメッセージか何かいただければ、うんうん、ね、まあ、個人レベルでできること、はい、うん、ここ多分いつか政党作るんで、政党作る、 AI 政党、はい、KKO 政党、 KKO を解決、ぶっ壊す、あ、それだ。それだよ、それだよ、 KKO をぶっ壊す、出たタイトル、出た、 KKO をぶっ壊す党ですよ、ぶっ壊す。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。